どうも、チャックバスです。今私はですね、ウエストの45丁目あたりにいて、ファイブベローって皆さん知ってますかね。まあ、知らない人がほとんどだと思うんですけども、こちらはですね、ニューヨークの、99セントショップ、言えてないですね、99セントショップですね、まあ、100均みたいなものなんですけども、実際はね、99セントから5ドル程度のものが売られてる、まあそれ以上のものもあると思うんですけども、まあ100均みたいな感じで、ニューヨークにねお店があるんですけども、こちらニューヨークのね、こんな感じで5番街のど真ん中にあります。まあ今回はね、このお店がどんな感じなのかっていうのをシェアできたらなと思いまして来ております。それでは行ってみます。
まあ今回はねニューヨークの、100円、1ドルから5ドルショップみたいな感じでしたね、ニューヨークの、観光で、急にね何か必要になった時ぜひここを利用してみてください。電源アダプターとか、T シャツ、タオル、靴下とかも日用品はね基本的にある感じがしました。あと特にね、ニューヨークのお土産にバラマキ系のお土産とかをね、買われる際はぜひこちら結構種類ありましたんでねおすすめとなっております。今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。